聖ダウマンタス。聖母を挟んだ聖、ダウマンタスとその妻マリア。ダウマンタス、後のドブモンと先例名ティモフェイは1266年から1299年までの間、プスコフ共和国の軍事指導者を務めた、リトアニアの諸公である。ダウマンタスが在位中のプスコフは事実上、ノブゴロドから独立していた。1265年までダウマンタスは、 リトアニア大公とリトアニア大公国北部のナルシェの公を兼任するミンダウガスの同盟者でありミンダウガスの妻とダウマンタスの妻は姉妹であったこのような義兄弟の関係にもかかわらずダウマンタスはミンダウガスの甥いでジェマイティアの公であったトレニオタとの関係を深めるトレニオタはドイツ騎士団やリボニア騎士団に対するゼンバルト人の反乱の 戦闘を試みつつ、王国内で堅実に自身の力を伸ばしていった。1263年にトレニオタはミンダウガスをその二人の息子と共に暗殺した。この事件はトレニオタとダウマンタスの凶暴であると考えられている。結果、リトアニアはその後120年に及ぶ異教信仰に戻ることになった。いくつかのルーシの年代記は二人のミンダウガス暗殺の 動機について、トレニオタの権力欲と、1262年に王妃のモルタが死去した後に、ミンダウガスがダウマンタスの妻であったモルタの姉妹を強奪したことに対するダウマンタスの復讐心と伝える。ミンダウガスが大軍をオブリャンスクに向けて派遣した時に、ダウマンタスは遠征軍に参加したが、すぐに帰国してミンダウガスをその二人の息子と共に殺した。 ウィーホビエツ年代記によるとダウマンタスは暗殺の報酬としてウテナコの称号を得たとある。ミンダウガスの長男であるバイシュビルガスはハール・イチ・ブルイーイニ対抗国のシュバルナスと同盟したことにより1264年にトレニオタを殺すことで父の仇討ちを果たしダウマンタスとその仲間はプスコフに逃れた。プスコフのクレムリの中世の塔ダウマンタスは プスコフ到着後に、東方正教会の宣令を受けて、アレクサンドルネフスキーの息子、ドミトリーの娘と結婚した。リトアニアに対して、プスコフ軍を率いてダウガバ側の土手で敵軍を撃破し、ゲルデニス港の地に侵入して、破壊を行い、その二人の息子と妻を捕らえる。ダウマンタスの勇敢な精神、友好的な手段、軍事的事業の成功は、ダウマンタスを、 自分たちの公として軍事指導者に選出することをプスコフ人に納得させるに至った。ダウマンタスの選出は伝統的にプスコフの内政を管轄下に置くノブゴロド共和国に前任されなかった。ノブゴロド公ヤロスラフはプスコフ市民の反抗に対する懲罰とダウマンタスの放築を企てたが、ノブゴロド市民はヤロスラフの遠征に参加することを拒絶し、 翌年のダウマンタスによるリトアニア侵攻に参加さえもした。ダウマンタスは再びプスコフ軍の指揮をとり勝利の外貨をもたらした。翌年、プスコフイコールノブゴロド同盟はリボニア騎士団の侵攻でより強固なものとなった。ダウマンタス指揮下のプスコフ軍はヤロスラフとギフドミトリー率いるノブゴロド軍に加わって1268年のベセンベルグの戦いで リボニア騎士団に大打撃を与えた。次の年にリボニア騎士団総長オットフォン、ルーテンベルグは、プスコフ包囲の指揮を取ったが、ノブゴロドの支援を受けたダウマンタスは反撃して、ルーテンベルグに負傷を負,傷を負わせることで撃退に成功した。リボニア騎士団はいくつかの犠牲により、和平を求め、プスコフとノブゴロドへの攻撃は30年の間やんだ。プスコフのダウマンタスの街、 1270年に、ヤロスラフは、再び、プスコフの内政に干渉して、ダウマンタスに代わる、自身の苦物を擁立しようと試みる。プスコフ人は、ヤロスラフの計画を放棄させるために、ダウマンタスを、プスコフ公の地位に留まらせ、自らの立場を強化させるために、ダウマンタスは、ドミトリーのもう一人の娘マリアと結婚した。 1282年にギフがウラジーミルからコポリエに追われるとラドガに出撃してノブゴロド人からドミトリーの財産を奪還してコポリエに移送した。その後17年の間ダウマンタスの名は年代記から姿を消す。1299年にリボニア騎士団は突如北西、ルーシに侵攻してプスコフを包囲した。騎士団を放築はしたもののダウマンタスは 不慮の病にかかって死去し、その遺体は息子と思われるダビドによって保持された。ダウマンタスの遺体はイタリ生三者大聖堂で埋葬され、大聖堂では彼の剣と遺品が20世紀まで展示された。プスコフ年代記によれば、ダブモントほど市民に愛された統治者はおらず、市民はとりわけその軍事的才能と賢明さを褒めたたえた。後に、ロシア正教会は、 ダウマンタスを劣勢し、ダウマンタスは、プスコフ公フセボロドムスチスラビチと並ぶプスコフの守護聖人となった。ダウマンタスによって建設された要塞のようなプスコフの街並みは、ダブモントの街として知られるようになった。1574年には、教会に劣勢されたダブモントティモフェイへの追悼式が、プスコフで執り行われた。1990年代には、 ロシアの作家セルゲイ・カルティンにより、ダウマンタスの生涯と弱小のリトアニアの貴族から、プスコフ公への立身を書いた小説、狼の時が発表された。ありがとうございます。